皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回は100円ショップセリアに行ってきたので購入品を紹介します。それでは紹介します。まずはこちらです。こちらのウォールシートを購入しました。こちらはこんな感じで小物とかコンセントやスイッチ周りに貼ったり壁に貼ったりすることができる、壁とかにも貼れるスティッカー、ウォールスティッカーみたいな感じのものなんですけれども、とっても可愛くて、のサンリオとかのものとかも100均で最近買えてすごく嬉しいですね。本当にこちら可愛くて100円で購入できてすごいお安いなって思いました。で、キララちゃん買ったのでマイメロちゃんも買いました。やっぱりマイメロちゃんがすごく可愛くて好きなのでマイメロちゃんを買いました。マイメロちゃんもね、本当に可愛らしくて、どこに貼ろうかまだ考えてないんですけれども、考えてないけど買っちゃいました。何かしら貼る場所はあるので、はい、どこの壁に貼ろうかは決めてないけど買ってきました。次はハロウィンのシリーズのものを購入したので紹介します。まずこちらです。こちらの折り紙を購入しました。もうハロウィンのシリーズのものが販売されているということで、まだ早いかなと思ったんですけど、もうハロウィンシーズンになったらもうバーッと売れちゃうかなと思ったので今のうちに買っときました。それからこちらです。こちらもとても可愛くて、さっきのと違うハロウィンのデザインで可愛かったのでこちらとこちらを購入しました。ハロウィンの時にポケットレザーを作ってみたいなと思ったので、ハロウィンモチーフで今度作ったら紹介します。次にこちらです。フレークシールを2種類買いました。まずはこういった感じのデザインですね。結構おしゃれっぽい感じのハロウィンのものと、こっちはなんか可愛い感じですね。可愛い感じのシールになります。はい、こちらを購入しました。それからこちらです。メモ付箋ゴーストということで、付箋ですかね、はい、付箋を買いました。こちらの種類しかなかったのでこちらだけを購入したんですけれども、100枚入っているということで、まあ、いろいろね、なんか書くときとかにも使えるし買ってきました。はい、次はハロウィンのシリーズのこちらの型を買いましたね。クッキー型です。これはハロウィンのモチーフとしては使わないんですけれども、普通に可愛いアイシングクッキーを作るときにでも使おうと思って買いました。次はハロウィンのマステを紹介します。ハロウィンのマステは去年と同じデザインのものかちょっとどうかわからないんですけれども、こういうラベルというものを買ってきました。これは2種類あったので2種類とも買ってきたんですけれども、このような感じになっていてとっても可愛いです。はい、そしてこちらです。こちらもね、こちらは違うシリーズなんです。シリーズじゃない、同じシリーズなんですけれども、このような感じでとっても可愛いなと思ったので買ってきました。ハロウィンシリーズね、すごい可愛いので、ハロウィン に何かコラージュとかするときに使おうと思って買いました。最後にこちらの、これはね2種類あったんですけど、こっちの色だけを購入しました。もう1個のやつは良かったんですけど、こっちだけ買いましたね。はい、カラフルな感じでとても可愛いなと思ったので購入しました。次はハロウィンとは全然関係ないんですけれども、こちらのマステを買いました。一つずつ持ってるんですけれども、もうなくなってきたので買っとこうかなと思ったので、まだなくなってないんですけど一応買っときました。次はこちらです。こちらの季節の花コスモスを買いました。このコスモスのデザインがすっごい可愛いなと思ったので購入しました。本当にこれ可愛いですね。季節の花のシリーズはいろいろね持ってるんですけれども、今回はコスモスと金木犀だったんですけど、コスモスだけ買ってきましたね。今日は今回はいろいろとね、もうハロウィンのシリーズとか買ったので、なんか買いすぎかなとか思って、コスモスだけを購入しました。次はこちらです。これはね、スイーツデコのラッピングの時にメッセージカードと一緒に使うものなんですけれども、こちらとこちら買いましたね。スイーツデコのラッピングに使います。
はい、で袋はですね、2枚じゃない、2つ買いました。よく使うので作品いっぱい作るので、その時ラッピングします。次はこちらです。ポイントシールを買いました。すごい可愛くて280の丸のシールが入ってると思うんですけれども、これすっごい探しててやっと出会えたので2つ買ってきましたね。やっと出会えた喜びということで2つ買ったみたいな感じで、もう本当にこれ探しててもうついね2つ買ってしまいました。はい、というわけで今回はキャンドゥでの購入品は、キャンドゥじゃない、すいません、セリアでの購入品はこれで以上です。最後までご視聴